北海道医療大学は、北海道石狩郡東別町金沢1757に本部を置く日本の私立大学である。1974年に設置された。大学の略称は、同医療大、北医療大、医療大、発射。1974年2月に、佐々木慎太郎が中心となり、当時の北海道知事、同垣内直弘が協力して、 東日本学園大学として、北海道石狩郡東別町に設立された。当初は、佐々木の息子、糸山栄太郎が所有する音別町の土地に、学園都市を構想し、オス別炭鉱弱別工業所が閉山されたことによる、国から音別町への交付金より一部の支援を受け、音別校舎を設置した。大学機能の大半が、東別町に置かれていたことから、 1985年に恩別校舎を廃止し当別町へ移転、統合した。1994年には現行の北海道医療大学と改名した。保健、医療、福祉の連携と統合を教育理念とし、薬学部、私学部、看護福祉学部、心理科学部、リハビリテーション科学部の語学部8学科からなる医療系総合大学として、 独自のカリキュラムを構成。医学部は設置していないが、近年の医師不足を背景に設置を検討していた。北海道の医師不足から、釧路市立病院を定型病院とし、札幌及びその近郊に医学部を設置する計画であったが、肝心の釧路地域の医師不足解消にならないことから、計画を変更。2013年に、理学療法士、 作業療法士を要請するリハビリテーション科学部を設置した。付属病院として、北海道医療大学病院、歯科衛生士専門学校として、北海道医療大学歯学部付属歯科衛生士専門学校を設置している。同大学には診療費補助制度があり、在学生が北海道医療大学病院や歯科クリニックで保険診療を受けた場合、自己負担分全額を、 講演会から補助される。また、保険適用外の診療についても治療費の半額が補助される。また、同大学の卒業生が NPO 法人 UU24 を設立、多くの学生ボランティアによって支えられている。看護学教育における評価が高い。1993年から北海道で初の看護師と保健師の大学教育を行い、看護学習士。 看護学博士を輩出している。現在では認定看護師研修センター、専門看護師養成、特定看護師養成のコースも開設しており、看護学教育の北の拠点と言われている。東別キャンパス、愛の里キャンパス医療技術学部を除く、各学部に大学院を有する。ありがとうございます。